では、今日もフィギュア界のお話をしていきたいと思います。今日もいろいろありますよね。うん。ねえ、ちょっと話見ていこうと思いますけども。あエまゆむさん、よろしくお願いします。フランスの選手のケ,ケビン・エイモンスさんは、えー、何年前からカミングアウトをしたんですよね。うん。彼が自分自身カミングアウトをしなければ誰も分かりはしないだろう。えー、彼にとってカミングアウトは精神的にスッキリのいい人の、えー 買い立つでしょうか。うん、日本の、えー、歌手にも堂々とファンたちに自分の成功を公開しても人気が落ちない例がたくさんあります。かえってファンの前で偽ったやつが私は軽蔑します。なるほど。たとえその選手が異性と結婚、偽装結婚をしても、えー、その相手の女性も同じく軽蔑されます。 で、金銭になって、えー、結婚をしたんだろうと思われます。うん。まあ、これは偽装の結婚とかありますよね。うん。で、まあ、このカミングアウト歌手の方でも、まあ、なんかカミングアウトをされてる方ってやっぱりいるんですね。うん。牧原さんとかだったかな、確か。うん。あとは、あ、でもちょっとこれはこの人はカミングアウトしてなかったかな。うん。いろいろ噂になっているのは、氷川清さんなんかもちょっと。 なんかいろんな噂があったと思います。カミングアウトなかったかな、うん、噂だけですかね。うん。まあ菓会も多いのかなってい気はますけどね、気はねやっぱしますけどね。うん。日本はあんまりないかな日本はね、あのフィギュアスケーターとかでカミングアウトも少ないけど、芸能界も少ない気はしますよね。うん。でもさっきの男性版の吉原の話もありましたが、なんかその結構日本の場合カミングアウトするしない以前に、そういった文化が、 まあ結構もうあるのかなっていう気はするので、なんかね、いい感じはしますけどね、なんか、うん。はい。エミリーさん、よろしくお願いします。えー、マリンちゃん、ダンスやるなら、えー、競技じゃなくて、ショーがいいかなうん、あ、そうですね。確かに。競技ってガツガツしたゃうよでしょえー、慎重になるし。 で、動画はシンゴちゃんがくれたから載せるねっていう感じしたよ。うん。で、とにかくあのダンサーにも引きを取らない、えー、引きを取らない、深くて明確なエッジワークを見られて嬉しかったです。で、2月のアイスショー延期になっちゃったけど、えー、5月、6月のプリンスアイスワールドは決まってるんで楽しみです。えー、そこまでは滑ってるところ見られないかなうん。でということなんですけどね。で、僕実はね、TSL の方が、えー、あののえっとね、 シンゴちゃんと、えー、マリンちゃんの、えー、なんだペアをアイスタンスでやってた動画をねあの載せてくれましたんで見てきました。うん。明治神宮であったりとか東伏見のリンクですよねあ。東京のあるリンクなんですけど。でやってて ほうっと思いましたね。うん、すごかった。もう本格的に、えー、あのね、梅雨だったりとか、リフトもやってまして、すごいなんかアスリート感を感じました。うん。で、これからね、続いてるかどうかちょっと分かりませんので、まあ、どんな感じなのか分かりませんけども、いい見は合ってるようには見えましたね。うん。どんな感じするんだろう。うん。 1 9 5 t ん僕びっくりしましたよ。えー、かぶもついに国体見始めたんです。見ちゃいましたね。いやー、見始めたみたい長いですよ。もう何せ長い。うん。 なかなか長い時間かかりますが、私はやっと全部見覚え、本当ですか僕は本当昨日女子の、ね、ジュリアが終わって、ショートが終わって、で、まだこれから次男子のジュリアの,あのショートなんで、うん、結構ありますよね。でも全部見てよかったです。いろいろ新鮮で楽しかった。うん、楽しいですよね。僕もそういった新しい発見がありますよね。うん、で、よくいい、えー、この選手はきなゆちゃんですよね。 キナユちゃんは僕びっくりしました。横井よはなちゃんの妹さんです。うん。そういうことだったこれどっかで聞いたことあったんだけど、僕がまた見過ごしちゃったのかもしれないですね、うんあ。横井さんって聞いて、愛知県って言ったら、あれと思って、横井きなゆちゃんね。うん。ねえ、妹さんという子だったよね。うん、お母さんは、さゆきさんという名前で、母親え、姉、妹と並べたときに、上から読んでも横から読んでも、3人の名前になるように名付けた、えっ、おいですね。あ本当だ。 へえ、面白い。さゆき、よはな、きなゆ、確かに。え、すごい。え、これ、なにこれすごいですね。うん。これは、えー、面白い。皆さん、個性的な名前だし、付け方が面白いですね。以上、プチ情報でした。感染頑張ってください。これはちょっと神ですね。うん。これはなんかちょっと、一押しかな。うん。びっくりしましたね。皆さん、知ってましたかうん。面白い。ねそういった名前の付け方もあるんですね。 うんえー、195T さんよろしくお願いします。えー、西山慎吾ちゃんと本田真ンちゃんのアイスダンスペア、面白い発想ですね。うんえー、慎吾ちゃん、うんえー、国体でシングルを見ましたが、一人でもアイスダンサーそのもんでした。おお、国体、気になりますね。うん、で えー、ジャンプはちょこちょこミスもあったけど、なんか一人別の競技という印象を受けました。うん。早く良いパートナーが見つかるといいなと思いますが、マリンちゃんどうかな、えー、素質は十分だと思うんで、本気で目指すなら、ぜひ応援したいと思いますけどね。うん。楽しみですよね。まあ、マリンちゃんというかどうかはわかりませんけど、ね、早くパートナーが見つかってほしいなと思うんで、で個人的には、やっぱり歌心が結構良かったなっていう気はするんで、ねえ、もう戻ってほしいなって気はするん、まあ、気はちょっとするんですけどもね。うん。 えー、マルディンさん、どうもです。えー、国体、山熊太一郎君、えー、現役最終日の試合、優秀の日、悔いのない締めくくりができたのではないでしょうか。うん、山熊君ね、特にショートがね、うんであの、彼はスイスに行ってましたからね、で吉岡望君と4位、えー、表彰の前のパフォーマンスは、えー、和く木君、樹君かなあ、木く君ですよね。 かなあ,あ、じゃあ、えっと、のぞむくんか。のぞむくん抱っこは、さすがに重かったねえ。すがすがしい笑顔が素敵でしたよ。えー、豪華客船での愛称これからの交換にサチあれ、サチ、うん、ブラボー、ね。そういった感じですよね。あの彼はクル,クルーズ船の愛称するそうなんですよね。うん、山熊くん、なんかでも、山熊選手の、えー、なんか、ある日どっかでの曲に合わせたクルーズ船のショーをやったら、すごく似合う気がしますね。なんか、わかります。なんか、雰囲気はなんか、 ねえ、感じがしますよね。195t さん、山熊太一郎君心を込めて演技しましたね。とても感動しました。惜しい感じもしますが、幸せそうな表情を見て、悔いなく終わったんだろうなと思いました。えパフォーマンスも面白かったです。おお、気になりますね。うん。彼のショートの部分、やっぱりかなり面白い。でもフリーはね、あの、お母さんが好きな曲ですよね。うん。だからまあ、そういった意味で、ね うん、でも高橋成美選手も、えー、さんも山熊くんの演技見て幸せ,な幸せになってほしいってなんか言ってましたよね。うん。梶原和美さんよろしくお願いします。えー、カブ君こんにちは。マリンちゃん、アイスタンスも上手なんですよね。なんだろう、う引きつけられるしんあ慎吾くんとぴったりで見直したくなります。うん。えー、マリンちゃん、ジャンプさえ飛べたらな。えー、マリンちゃん、惚れる。しょさんと一緒。ずっと見ていたい。美しいんですよ。うん。ね。 本当に気になりますよね。まあ、マリンちゃん、シンコちゃんがこれからやるかどうかはちょっとわかりませんけども、ねでも花はあるので、うん。ただ、あの、ジャンプに関してはアイスダンスはやらないので、もしかすると合うかもしれませんね、本当に。うん。えー、マイク・バーティラーさんよろしくお願いします。えー、かぶくん、こんにちは。 ペア競技は身長差が3 0ンチが大大きだときもあ、やっぱそんな簡単ですね。うん。男性がやっぱ高い方がいい。で、りくちゃんが 145cm、りゅういちくんが1 7 5センチ,チ,5ンチ、ちょうどいい比率です。うん でアイスダンスは、それほど慎重さが気にならないとはあ、そうですよね。僕もそういう風に聞いてましたよ。うん。マリンちゃんとシンコくんはお似合いかもしれないけど、僕には吉田ウタナちゃんの、えー、方が以前カップル組んでいたので、復活もいいかなと思いますが、いかが,いかがですかいや、本当なんですよね。うん。まあ実際、ぶっちゃけて言うと、僕もウタナちゃんの方が、 いいかなっていう気はしたんですよね。復活ないのかなうん。ドン・キーホーテの演技ですごく良かったのが印象に残っています。素晴らしかったですね。あの時の、ね、えー、っと、ユース五輪だっけ。うん。で、海外の評論家からも将来有望カップルと言われていたんですが、えー、カップル解消して残念に思っています。で、ウたナちゃん、裏の聖地君とカップル君で、えー、クリケットい揺らし、あ なるほど、そういうことなんですが、裏の、裏の誠治君は知らなかったですね。うん。で、競技会出てないんで、動向がさっぱり分かりませんということです。なるほど、この選手は初めて知りました、裏の聖治選手っていうのは。うん。なるほど、どんな感じなんだろう。うん。で、なんかでも、あの、ね、歌詞の解消っていうのが、まあ、経済的な理由だったんじゃないかっていう話もありますけども、まあ、これは噂かもしれませんけど、ね、ちょっと残念な気はしますよね、ちょっと。うん。裏の誠治気に,になりますね。うん。 ワイルユさん、よろしくお願いします。えー、すごいでしょって感じかな。えー、美形カップルで W シンとかい言ってませんでしたかあ、本当ですね。確かに、マリンちゃんの前に、シンゴちゃんの、あ、本当だ。ね、本当ですね。海外でも同じくらいの身長カップルはいますが、えー、むならシンゴくんかなり鍛えないといけません。うん。本田さんが本気なら、な、非常に努力がいるので、 あの宮原さんでも首を横に振るくらい難しいんで、現実的だないと思います。ああ、そうなんだ。宮原さん。ね、なんか似合う気はしましたが、首を横に振るという感じで。うん。華やかな嘘で十分楽しみますよということですね。なるほど。うん。で、宮原さんもね、いい気はしましたけども。で、天満さん、アイスタンスにもジャンプの要素が入ったので、2回転なら大丈夫かな難しそうということあえ、どういうこと えケイジ君と殺到みたいにそうでやんないかなやはりいい身長差でしたね。え、ロミズリ美しかったという。え、アイスターズにもジャンプの良さ入ったということ。え、これどういうことだえ、新しいルールになったということでしょうかねうん。え、これはちょっとびっくりしましたね。うん。なるほど。 US さんよろしくお願いします。えー、ケイチくんとロミズに感動しましたよ、えー。キャンドルを持って髪を下ろしたサトコちゃんはピンクのドレス。女性からも見ても素敵な目が、えー、ハートでした。うん、素敵な目がハートでした。で、良いところのお父さんっていう感じで、けど最近、マイクボ様が京都の女はって書いたんで、えー、そうだのって一人びっくりしてました。悲しずれました。ということ、ね、なんかそんな感じで、なんかブブ付けとかもね、ある、ある悲しはね、ありましたけどね。うん ブースで関係ないか。うん。そして、えっと、おととしのメダリストオンアイスでも、ケイジくんとセ戸コちゃん、ペアで組んで登場をしていたし、えー、NHK 界のオープニングでも一緒に滑って素敵でしたよ。YouTube でも見れます。ああ、ケイジさんも確かにいいですね。うん。皆さんもうアイスタンスです、ね、みんなで一緒にアイスタンスでしょうかね。エメディさん、アイスタンス、ちゃんとが、そう、僕もそれびっくりしました。 え、これ本当ですかねアイスタンス、ジャンプ入ったんですかダンスの空手で飛ぶのはかなり大変みたい。あ、そう,そうらしいですよね。ドアがなかったんじゃなかったかな確か。うん。え、ちょっとこれ結構びっくりですね。えー、ってことは来シーズンあたりでしょうかかなり僕目が点になってますよ。うん。ちょっと目が点になってます。うん。これは、えっ、ー、と、 マリンさんよろしくお願いします。えー、ショウマファンの皆さん、怒らないでね。えー、ショウマ君くんとマリンちゃんの将来は、あくまでも私の憶測、深読みだからね。うん。えー、しょマくん、32、3歳でマリンちゃんと結婚すると思う。えー、根拠はね、まずは二人とも両親をすごく素敵な夫婦だと思っている。うん。えー、まりちゃんとパパさんと奥で話していたんだけど、マリンちゃんのパパとママは、えー、10年間の交際経て、プロポーズをして、えー、ママのご両親に即 OK をもらって、 今もラブラブラそうあそういうことなんですね。うん。で、翔馬くんのご両親も、仲の良さはうの番でわかるよね。翔、え、馬、ー、くん25歳、いつきくん21歳の子どもの年齢から推測すると、パマ,マさん30代前半に、えー、結婚していると思うのね。うん。で、そうすると、翔馬くんが32歳ならば、マリンちゃんは28歳じゃない、えー、なら、交際とかも10年間くらいになるから。 マリンちゃんのパパとママの、ま、あ、パパとママの同じくらいの交際へっての結婚だから、そう思うのよ。あ、そういうことなんですね。なるほど。でもさ、翔馬くんがずっと独身もファンとしては嫌だろうし、えー、交際するともちょこちょこ変わるのも嫌で、あ、そうですよね。うん、嫌でしょ。で、この私の深読みがあったから、えー、あと7、8年独身の翔馬くんを応援できますからということですよ。うん。ねなんか、あり得るような気がします。ど、どんな、どうでしょうか、皆さんね。うん、確かに。うん。 で、えっ、ー、と、天丸様、えー、マリリンさん、確か、えっ、ー、と、えー、確か、姉さんとマイちゃんも結ばれるとおっしゃってましたね。夢がありますね。うん。通貨の中、ソウルメイトでも嬉しいですよ、ということで。うん。で、白鳥さん、うーん、素敵ですね。そうなったら良い、い,いな、こスそに静かに応援します、ということですね。うん。ね気になりますね。 かなり気になってます。で、ワイム様、もちろんそれも大、OK、きなんですが、私はミラノオリンピックの後が濃厚かなと思っていたんだけど、あ、ミラノオリンピックってことはもう3年後あたりでしょうかね。うん。なるほど。お二人ともそうしそうあれなんで、いつか幸せになってほしいなと私は思っています。でも、しばらくミラノを目指してほしいなと、おばさんのわがままです。と、うん。いうことですよね。まあ、ミラノオリンピックはやってくれそうな気がしますけど、次のオリンピックもね、気になりますよね。うんなるほど。いろんな、でもオリンピックの後、確かになんかね、ねえ、 うん、いろんな可能性がありますね。うん、u えさん、ありがとうございます、えー。コストルネアのペアの動画を見ました。あでも僕もちょっとだけ見ましたよ、うん。ずっとシングル競技をしていた選手が転向すると感慨深いですよね。うん、二刀流の春住みはすごい、えー。国体試合が終わった後、男子選手がペアみたいにスロージャンプしたり、わちゃわちゃ遊んでる動画がありました。えー、最近流行ってるのかな、うん、で日本では 高橋大輔選手が道を本当ですよね、だいたいね、だからどんどん流行っていくと思うんですけども、うん、春休みペアは本当そういった意味ではすごいなって思いますよ。うん、本当ね、もっと評価されるべきだなと思います。で、春休みは本当に二刀流でこの間も行くんでしょうかね、うん、行ってほしいなって思いますよ。うん えー、CHP さんよろしくお願いします。えー、こんにちは。友野和樹、あ、友野和樹選手が、コラントってアニバーサリー契約祝です。お、素晴らしい。おめでとうございます。よかったですね。ねえ、なかなか今期ね、あのー、いろいろ探してたっていう話ありましたんで、よかったですね。うん。友野くん、おめでとうございます。で、ここ最近、コラントってネックレスをつけていましたね。 で宇野同盟は競技成績もついいててくる気がしていますえ世界選手権頑張り、よかったですね、まあ、このいった影響とかでも、やっぱりね、選手の精神的なところとか、影響されていると思いますので、安心ですね、うん、あの、宇野同盟ですね、本当ね、うん、おめでとうございます、友野選手。うん あとは、山本選手も気になりますね。うん。あのそ、そういった、あの、スポンサーの件で。うん。えー、マリンさん、天丸さんええー、翔くんとマリンちゃん、姉、ね、さんとマ,リマイちゃん、えー、みんな好きなフィギュアスケーターだし、同業者というところでも良いカップだと思うのよ。うん。佐藤、えー、信夫、久美子先生カップルも素てき。あ、そうですね。うん。同業者で結婚して、えー、娘さんが佐藤由香さんで世界選手権金メダルを取った後、現役を退、えー、いた後、 え夫婦あの夫妻、娘さん全員コーチとして何人ものスケートを誘っていますよね。うん、で、その佐藤優香さんも、ね、え夫婦でフィギュアスケートの、ね、あれですよね。 うん、で夫婦のコーチってフィギュアスケーターにとっては最高だと思うのよ。うん、いや本当にそうね。だってスケートのね、好きなスケートがそうなるんだから。うん、佐藤由香さん、すっごく幸せな顔してますよ、いつもね。うん、あの僕は佐藤由香さんの現役時代の時の動画を見たりとか、あと先生の時だったりとか、解説の時にも聞きますが、幸せオーラがすごいんですよね。うん、佐藤由香さんの話とか聞いてると、いつもこう顔もね、なんか幸せな表情をされてて、いいなって思います、やっぱり。 うん、でこの男女の思春期、えー、前期後期、体の変化、心を静止、えー、な分う分、ん、やはり男性でしかわかんないところ、女性ならではわかることあると思うんで、えー、シェム君とマリンちゃん、姉さんとマイちゃん、フィギュアスケーターのキャリアは申し分ないから、現役後もフィギュア界でえっと活躍してほしいのよ。うんで えっと、そうなれば、いいなという私の願望と、70歳の私だから、いろんなカップルを見てきたから、直感みたいなものも働くのよ。だからいろんなカップル。うん。いずれは現役にしづくけど、えー、プロになっても素敵な芸術とスポーツの融合の極みを見たい。長生きしなきゃ。ね。ということですよね。うん。まあ楽しみですよ。どんな感じになるのか。うん。佐藤優香さんでも本当幸せな感じが、ね、ありますけど、どんな感じになるんだろう。うん。で、生まれてくるお子さんなんかもね、ね、 になっちゃいますすねううんんマルンさんもう一度です、えー、日本人は褒めベタ褒めめだと思う、うん、日本人とアメリカンだけしかわかんないけど日本人は褒めたらいいのにどこか結晶をつけたからあーなるほど、うんえー、例えば宇野昌磨は可愛いけど背が小さいよねとか A 君は勉強できるけど運動できないよとかいいとこだけ言えばいいのに必ずネガティブなことをつけああ確かに確かにですねうん 確かにですね。これはベルギーでも確かにあんまりないですね。うん、日本特有なのかな、うん、えロサンゼルスに住んでいて単純かもしれないけど褒められれば気分もいいし、言っていたくれた人もこう、えー、いう人を抱くよね、えー。その代わりに手のひらを返してもアメリカは得意。あそうですね。確かに。うん そういったところがアメリカはあるのかな大谷翔平さんがアメリカのプロ野球にいた行った頃え、口を揃えて日本のプロ野球で二刀流ができても、アメリカのプロ野球では活躍できないほとんどの野球人に言われてた。あ、なるほど。で、実際二刀流で活躍したら、え少佐の嵐。まあ、それはあるけど、いいものはいいと褒めた方が人間関係もうまくいくと思うんだけどな。うん。みんなもちろんいいところも悪いところもあるんだけど。 だから、高ーチ音楽でも褒めて育てるとか言うじゃん。うん。あーね、ありますよね。うん。まあ、その、キャラクター、生徒とかのキャラクターによって、まあ、怒ったをいい生徒がいたりとか、まあ、結構、まあ、あると思うます。やっぱりね、一番の愛があるかどうかですよね。うん。怒ったとしても、愛があるかどうか、もう、何でも何でもかんでも自分の言う通りにさせるような先生は、ね、も、ま、う、あ、ちょっとあれかなと思いますけど、愛がやっぱね、うん。 必要かなっていう気もしますね。まあ、神戸リンクなんかも、あすごい厳しい感じにえ愛がある感じがありますので、うん。ね。まあそんな感じはしますけどね。でもアメリカと日本の感じはやっぱ違うんでしょうね。うん。 えー、ワイム様よろししくお願いしますオリンピック3大会メダリストのカーナダのテッサスコットペア。あ懐かしいですね。彼女たちは2019年あたりかな、ね。ちょうど新型コロナ前に引退しましたよね。確か。そんな記,記録がありますで。確かに身長そんなに変わらないですね。うん、でも、スコット君はテッサちゃんの成長に伴って、どんどん肩幅広く、えー強、屈強な男に変わっていたような。お、う、そ、ん、らく身長差ががない方が かっこいいいいいんんだけけどその分男性は汚いといけないんでしょうね結構大変だと思う。あそうですよね。やっぱリフトとか結構やっぱりこう持ち上げたりしますよね。うん、まあ、高橋選手とかを見てると、えー、村村本選手にこうや,っぱりやっぱりねリフトを見てるとあ,あれは筋力使うなとかね足の筋力もなければだめだなってありますのしまああのいろんな技ありますからね、うん、やっぱ強いにはなっていくるのかなっていう気はしますよ。うん えー、マルリンさん、よろしくお願いします。マイクボ弟君様、ええー、シンゴアンドウタナカちゃんの方が良いと思いますよ。良いと思,思いますよ。同意です。うん、僕もね、ぶっちゃけでシンゴちゃんとウタナちゃんの方が。 まあ、良かったなっていう気はしまして、ね、もったいなかったと思いますよね。うん。で、アイスタンスの身長差は、そんなになくともは、まあえー、だいぶ前のことじゃないかな。昔は本当に表情の社交ダンスの感が、えー、強かったけど、ジャンプはないけど、スピンや特にリフト、えー、体を離しては、ルール上は出てないけど、えー、かなりペアに強くなってるよね。あ、なるほど。うん。で、なんか、ジャンプが入ってくるっていう話、これ本当ですかね。これかなり気になってます。うん。で、ティム・コルト君は、 かなり高身長だし、体は特別だあ特別だと思った方がいいと思う、えー。マリンちゃんは絶対ソロタイプ。えー、宮原と子さんと田村山本さんがずっと前、浜田先生のところに、濱田ところに、濱田先生のとこてに、濱田先生のとこともあったけどえっ、ー、とだっけやっぱりプロでそれでやった方が正解だと思った。ただ、競技じゃなくて、男女のプログラムはステファン濱子のプログラムは素敵でしたね。うんで 競技で競うことが嫌いなスケーターさんもいるから、荒川静香さんや、えー、村田隆人さんは競うのは嫌いだと言って、うん、あそうですね、マリンちゃんもそういうタイプとあそうなんですよね、うん、そ僕もそういう感じマリンちゃんもそういうタイプかな。うん、荒川さんも、鳥のオリンピックの時はものすごかったけど、それ以外の大会は結構、あの、なんだっけ、負けが多かった部分はありましたよね。うん、だからそういった意味では、本当とのリオオリンピックで、もう、あの、演技をして、競技はもう、 終わりという感じだったかなと思いますよね。うん。えー、マリニンさん、よろしくお願いします。もう一度です。えー、君かぶくん、え、おすすめ YouTube です。明日たも、おーえー、マン・アスダ・アイスショー、ビヨンド2022年の全14本プログラム、アイスニュース2015。お、こんなのるんですね。全部あるのか。1番目、シング・シング・シング全員、アイ・ガット・リズム全員。 バイオリンと管元学のためのファンタジア。主演が今井遥香さんの、なるほど。で、え4番目、Say Hey k i 5番目が、ビッグイワーセルフアップ主演が田村さんと、え男性に、田村さんって、田村あんこさんでしょうかねえ。6番目、シェフラザードメドレー、柴田さんとアスタさんのペア、うん。7番目、カルベン。主演がアスタ女性メンバー。8番目、バラード1番。えー、魔王ソロ、過去動画ということですね。9番目、幻想ソロ、創ク主演、アスタ 全員メンバー10番目、朱印時の単語、主演が浅田、うん。11番目、白鳥の水メドレー,、えー、過去映像のカットという感じで。で 12、えっと、番目、チャラッシュえ、過去映像のカット。13番目、カップリーズ、過去映像。14番目、愛の夢、過去映像ということですね。で、楽曲はすべて流れ。1から7は、ビヨンドの映像カットだけど、カブ君んなら、ノーナイト先生できるよという、あ,ありがとうございます、うん。1時間20分の長い映像だけど、作業を押しながら BGM として楽しみます。ありがとうございます。いいですね、これ。うん。これは楽曲ということなんですね。 ありがとうございます。これ僕もすごい好きですよ。うん。あの、曲なのか、音楽ですよね。ありがとうございます。うん。えー、佐藤さんよろしくお願いします。えー、カむ君こんにちは。今日は、東北地方は、大寒波で不要不急以外は、外出禁止ですということですよ。うん。ですから、家で DVD のフィギュアスケートを繰り返し見ています。えー、誰かが言っていますか、同門の香り、前の違いを、その通りと思うが、えー、香りさんは水泳もやっていた関係で、 体の作りりがっちりして筋肉も。 これも強固ですからそれにそうふさわしいプロを、えー、確実にこなせる魅力を感じる。うん。けれども難民はマイさんよりも弱いところがありますね。うん。そういう感じしますよね。で、マイさんは若年性リウマッチの痛みに耐えた経験者ですから、少々では諦めない心の強さがありますね。えー、今ことしの国体の表彰式の各,系あ各1例一りお、おんぶして出てきた顔前に、えー、お受けでしたね。うん。やっぱり顔前人気者ですね。えー、チャレンジカップ、歌舞くんも応援 かあもちろん応援しますよ。うん。まあ、その前にちょっと国体をね、僕は見なければいけないんで、あのこれから国体を見ていこうと思いますチャレンジカップ楽しみですよね。うん。で、このあと、インター、え、なこれは、中学校の、えー、中学校選手権全中もあるということなんで、結構フィギュア三枚ですよ。うん。えー、マルディンさんも言ったで、ね、す。YM 様へ、s う m くんはいろんな方のお話を聞いても、えー、ミラノのチリーのオリンピックまでは現役だと思いますよ。 うん、なるほど。実さんコーチのコメントからも、長い現役生活が可能のようです。で、ペっちゃんの占いからも、33歳まで戦いが OK。ただの占いしたら信用できませんが、彼もフィギュアスケートやってるらしいし、す馬くんのスケートをずっと見ていて、言葉の端々に、えー、進化しているところなど、短くも適切に語っていると。うん、であとは、長いことフィギュアを見てきて、私の思う選手生命が長いだろうと思うポイントは、致命的な怪我をしていない。あ、本当なんです。そこが大きいと思います。僕も。 うん、確かに宇野選手は致命的な怪我をしてませんよね、うん。サポート体制が盤石で、えっ、ー、と、なんだっけ、盤石で、えー、肉好き、焼き菜リアと言われているが、宇野湾で見せるママさんが見せるワンコの食事への配慮を考えたら、えー、小さい時から翔馬くんや樹くんに栄養管理していないはずはない。うんえー、証拠に、翔馬くん試合休んだこともない。あ、本当あ翔馬くんって試合休んだことないですね。確かに。確かにない。うん、で、ルーオンで食べる肉も、えー なんだっけ脂身が少ないタンとか食べているし、ママさんは小さい頃から工夫している。やっぱり、えー、選手を続けるにはか健康と体が資本。あとね、ストレス回避がうまい。うん。これ一番大事かも。以上でございます。はい。あ、ね、ストレス回避がうまあ、確かにですね。宇野選手は、あの、いい意味でストレス溜まってないかなっていう気がします。うん。ストレス回避うまいですよね。僕もそれ感じました。うん。これは確かに大きいかなと思いますよ。うん。 エミリーさんよろしくお願いします。いろんなご意見が出ていますが、私的にはダンスをしてほしいというか、慎、え、吾、ー、ちゃんと組むかどうかよりも、マリンちゃんのエッジワークが慎吾ちゃんにあうくらい本当に素晴らしいということに感動したので、お伝えしたかったまでまです、うんでだシンゴあの。マリンちゃんのエッジワークは本当に可憐な感じがありますね。エッジワークだけじゃなくて、まあ、全体的な体の雰囲気、うん、その雰囲気ですよね、それが本当にこう滑ってて、 風を感じるというか、素敵な滑りがあるあるんですよね。うんで、慎吾ちゃんも哲学的なスケーティングに変わってきてます。最近ねなので、あの結構町田たつきさんのスケーティングに少し似てるかな？っていう感じがあって、まあ、結構哲学的なね。スケートをするなと思って面白いですよ。うんなのでね。これからの2人の活躍は楽しみですよ。僕はうん。 えー、様よろししくお願いします私の慎吾ちゃんと本田マリンちゃん、やっと見れた、ただうっとり、聞いれたな、もっと見たいなね、ねあの僕も TSL さんの YouTube で拝見しましたが、本格的でしたね。結構びっくりして、あの結構本当にかなりね、もう2人組んでるのかなって思っちゃったぐらいすごかったですよね。うん はい。というわけで、皆さん、ありがとうございます。今日、本当にいろんなお話ありましたね。でも、アイスターズでジャンプが入るって、これ、本当なのかな本当だとしたら、ちょっとびっくりしましたね。うん。でちょっといろんなお話がありましたけれども、ありがとうございます。えー、今日は、本日は、これで終わりにしていきたいと思います。